今日も柱谷さんに来ていただいて、はい、柱谷くんのプライベート初公開です。楽しみですね、これは。藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りします。見たい、聞きたい、覗きたい、あなたの依頼に応えたい。つなぎくん、藤川くんのボワッチ探偵団。どこもボワッチ探偵団、生ボワッチです。生ボワッチ生で。俺ケツに聞きたいことあるんだけど、はい、最近ゾウとか乗った？なんだよそれ。ちょっと待って、何ですかそれ。最近ゾウに乗ったって実はハガキが来てんのよここに。そうなんですよ、実はね、あのですね、ペンネームは宝物浅見さん、大好きさんなんですよ、はい、スクープ目撃情報。何ですかそれ。そう、ヴェルディ家政 DS 柱谷哲司、5月11日東京ディズニーランドに現れる。何度に乗っていたという目撃者あり。しかし読売グランドには柱谷の姿はなかった。現在時藤田氏、この事実を柱谷本人に直撃取材せよ。こういう種類どうなんて。田んぼじゃねえかお前。ディズニーランドのおめえが聞いたんだよ。これ何、いつ、いつ5月11日。5月11日、行ったディズニーランド行きました。木曜日で調べたとか。鉄が田んぼ乗ってるとこって面白いじゃないですか。鉄が乗っちゃったわけですね。乗りました。乗ったんだよ。目立ったでしょう。そうですね、みんな見てました。あ、指さして。いや、子供が乗りたいって言うもんで。ミキちゃん、ミキちゃんがね、たまんのう、たまんのうでね。たまんのうなのよ。かわいいのに。うちではどう、ミキちゃん。もうすごく喋るんですよね、うん、うるさいっていうぐらいね、うん、帰ってきて30分はいいんですけど、うん、それ以降もう疲れたっていう、うん、あなたはもうほっときますよね。ほっといてもどっかで喋ってますよね。このテツはですね、今お腹の中にね、ええ、もう一人柱谷さんもお腹の中に。大久保さんも藤川みたいになってたね。完全にできたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。まだどちらかは分かってないですね。まだ男で、はい、次はどっちが、やっぱり男は白くするね。また可愛いんだよね。まあそう、可愛いじゃないですか。私は両方いますけれども、そうだよね、結構やっぱり、休みの日とかはお嬢ちゃんに行ったり。そうですね、大体もう行きたいとこ連れて行ってあるって感じでね。やっぱ遊園地とかあるんですか。もう最近はね、遊園地とかデパートに行きたからですね。デパートの屋上が大好き。ああ、やっぱ子供もそうなんですね。雨降ってるとおもちゃ売り場で我慢するわとは言ってますけどね。もう長生きなんて。全て我慢するわって。うちはかなりついてる。ミキちゃんっていう名前 の, その由来はどういうのか。でも自分が考えて、樹木の樹っていうのがすごく僕好きで、あれ好きで、それが今ですね。で、字数を調べたら、ミキっていうのが一番良くて。美はどういう字なんですか。美しいです。美しい木ということ。キャンディーズのファンだとかそういうことじゃないですよね。あ、そうじゃないですか。そうなんだけどね。好きです。次はスーだったりとか。お前、本当にじゃねえかよ。俺はどうだよ。そっか、そっかね。で、俺ね、単純にね、手数一つ聞きたかったんだけど、はい、講演会あるんじゃない。はい、講演会って普通の人、例えば、ファンの人とか入りたいっていう人はどうすれば、はい、入れないの。やっぱり入りますよ。入れない、はい、例えばどういうですか。90万どこに連絡すればいいか。ありますよ、ある。はい、一応それはあんまり言わない方がいい。いや、言ってもいいんですけど、僕知らないんですよ。じゃあ誰でも別に OK。門は開いてあるから、門は開いていただいて、ね、いつでも、ぜひ応援したいと思います。自分で調べて。そのうちちゃんと、乗せますから。あ、乗せるんですか。はいね、天津はまた庭もあってね、大きな家ですから、もうお嬢さんは最高ですよね。いいとこ住んでるしね。場所はいいですよ。みんな来ちゃいますからね、本当に。いろいろまたハガキ来ておりまして、京都市、まあ鉄が地元ですけど、京都の伏見の山本翔吾さんから、はい、柱谷選手のですね、次の事柄をご調査お願いします。柱谷選手は顔をお見かけする限りかなりの酒好きにお見受けです。わかるかお前。そこでどんなお酒が好きなのか、どんなところで飲むのか、うん、誰と飲むのか。あ、それはですね、お前じゃない。いや、お酒は好きですけど、あんまり飲めないですね。プロ選手ですからね。そうだね。まあ、すぐ顔に出るんだよ。すっと飲みますよ。もう一杯でもう全く酒さになっちゃう。まあ、そこから長いですけど。ビール好きですね。ビール好きですね。どんなところで、うん、結構みんなとワイワイ、うん、ワイワイ、
本当は居酒屋に行きたいんですけどね。あーもう居酒屋今はね大変なんですよ。もうやっぱりとかいいんですよ好きで。ああ津波くんは行ってるけどね今でも。お前で行ってんだよ。好きやろ。誰とるのかってのは井原選手とかね。そうですか。なんか、こうなってるよね。金さんとかね。長いやんね。辻吉とかね。僕が行きたい。で、つなげさん。まあ、ベルディはみんなでね。行きますからね。ね、試合はでも勝ってないとなかなか飲めないからね。前期なんかちょっと。さ、またみんなで行こうよ、ちょっと。この残り10試合バーってやって。そう。セカンドステージ入る前に、もうとんでもないの作っちゃおう。え、ちょっと、伝説。つなみくん。藤川くんのイエローカードなんて怖くない。今週はスペシャルウィーク、はい、4日間発表するキーワードを全て書いて送ってください、うん、スペシャルウィークプレゼントはございます、はいはい、柱谷一寿司オリジナルコースとユニフォームに3人のサインを入れて、うん、4名様にプレゼントいたします、はい、さて最終日のキーワードは寿司さん歌できましたね。自分の好きな歌なんですね。そうなんですね。宛先は郵便番号187、日本放送津波区藤川くんのイエローカードなんて怖くない。鉄次スペシャルプレゼントの係までお願いいたします。あとですね、さっき番組中に言いましたファンクラブ。はいはい。橋谷兄弟ファンクラブの、お問い合わせわかりました。声ベロね。京都075-441-6247、はい、075-441-6247。レイソンで頑張ってるお兄ちゃんの分も含めて皆さんどしどしお電話ください。はい、よろしく。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りしました。